逆にでかいスマホで良い機種ってなんだろう。コンパクトの真逆へ突き進んでみよう。電子レンジマンの動画、革版が積んだもんなのだ。四国メタンですが、先日コンパクトスマホ関連の動画をいろいろ出したけど、割とコンパクト否定派の声も多く寄せられたんだよね。体感としてコメントの半分かそれ以上は大画面のがええわみたいな感覚だったわね。ということで今回は前回と逆に大画面で良されなスマホでも探して遊ぼうかなと。なんだろう、動画としての需要はむしろコンパクトスマホ選定より下がりそうな気がするが。まあそりゃ言ってしまえば最近のスマホなんて全部大画面だからね。とりあえず 6.6 インチ以上を大画面として、その中でコスパが良さげな中古や新品で買える機種でも探してみようか。なるほどね。一昔前の縦長全盛期より前の機種だと 5.5 インチ以上だと大画面判定だったと思うけど、その辺はもう単純に古い機種も多いので、まあ一応選定基準に含めておくけど、あんまり入ってはこないだろうね。というわけで始めていくのだ。大画面スマホって買ったことがないと手を出しづらくもあると思うので、最初に軽くそのメリットをまとめておくのだ。確かにスマホを初期から使ってるような人なんかは興味があっても大画面に行きづらいこともあるかもしれないわね。まずなんといっても表示の見やすさや迫力が上げられるかね。そりゃ大画面だからね。画面が大きい分解像度もフル HD やそれ以上など高いので、映像等は細かい部分まで綺麗に表示されるのだ。表示が大きい結果として、目が悪い人もスマホを目に近づけすぎなくても見やすいかしらね。電子書籍の漫画とかは結構文字が細かかったりするけど、それも大画面スマホだとある程度読みやすいかな。スマホで何でもこなしたいような人には間違いなく大画面スマホの方がおすすめなのだ。言い換えると、他にパソコンとかタブレットがあって、スマホでは連絡や音楽再生くらいしかしないような人ならコンパクトスマホのが良かったりはするかもだけど、投稿者はアニメや特撮等はテレビで再生するけど、 YouTuber のちょっとした動画とか漫画、ウェブサイト、SNS あたりはスマホで見るので。 6.8 インチ画面の Galaxy S24 Ultra は大変役立っているのだ。あと投稿者の場合、仕事は全部パソコンでやるから、仕事以外のタイミングであんまりパソコンいじりたくないのよね。そしてもう一つのメリットは、性能面での限界が基本的にないことなのだ。コンパクトスマホはサイズの限界もあって、バッテリーやカメラ性能に割と限界があるんだよね。一方大画面のスマホは普通に大きい関係で、基本的にハイエンドモデルを選べば性能面での妥協がないわけか。まあ当然だけど、性能が高ければ高いだけ価格も上がっちゃうけどね。あとコンパクトスマホが衰退してる関係で、ラインナップが豊富な大画面スマホの方が自分の好みに合った機種を探しやすいかな。自分の好みがコンパクトサイズだったらその時点であれだけども、逆に大画面スマホの弱点はでかい関係でかさばることかな。基本的にポケットとかに入りづらいし、片手での操作もしづらいわよね。投稿者は Galaxy S24 Ultra を持ち歩く際に、夏場は腰に装着したスマホポーチを使用、そしてゴーベルトを装着して操作性を上げてるのだ。まあ基本はそれでも両手操作だけど、正直コンパクトスマホであっても最近は画面が縦長だから片手での操作ってきつかったりはする。じゃあ本題に進んでいきましょうか。まず現役から1世代前程度の新しいモデルといたしましては、やっぱり投稿者的には Galaxy S24 Ultra は外せないかな。まあ最新のこれじゃなくても良いとも思うが、 6.8 インチかつ四隅がしっかり角張っているので、本当に大きな画面を持っている感覚になれるのが最新モデルだね。投稿者はタブレットもいろいろ持ってるけど、普段は割とこれで動画や漫画など見ちゃうことが多いわね。カメラも望遠レンズが2つ搭載されていて充実、最大100倍ズームが可能。このチャンネルの投稿や動画内の素材で使う写真も9割はこいつで撮影してるのだ。ただし256GB モデルでも約19万からと、価格はどうしてもかなり高いので、最新モデルは予算的にきついって人はエッジディスプレイに問題なければ前年の S23 ウルトラでも良いかと。こっちなら中古で10万円台前半くらいから買えるわね。S22 ウルトラでも良いとは思うけど、この世代はシングルSIMで対応バンドの制限とかもあるので、できれば S23 ウルトラ以降がおすすめかな。 Xperia 1 Mark 6 は 6.5 インチだから、今回の基準からすると若干小さいのか。実際こいつって割と細くて、そんなに電子書籍の漫画とか大きな表示でもないわね。そうなると次におすすめになるのは iPhone の Pro Max 系あたりかな。最新モデルは 6.9 インチ、昨年までは 6.7 インチ画面だっけか。でかい上で発色の良い画面で、性能の高さもあって満足度は高いかと。ただダイナミックアイランドがでかいので、割と大画面の満足度がそこで落ちてる気はする。普通のプロモデルよりかはマシだけど、ちょっと画面のくり抜きがでかすぎるよね。あとまあ iOS ってあんまり大画面の操作に最適化されてない印象は今でもあるかな。一応ホームバーをいじって画面を下げられたり、最近はアイコンを下に寄せて設置したりできるようにもなったけどね。
あとはシャオミ系のスマホも多くが 6.6 インチ以上の画面サイズだね。7万以下から変えて昨年のハイエンド CPU 搭載の POCO F6 Pro も 6.67 インチか。最近の海外メーカーはだいたい 6.6 インチ以上くらいの大画面モデルを中心に出してるので、安い大画面スマホが欲しい場合は探してみてはどうか。ただしモトローラあたりによくあるけど、安くて大画面だけど解像度が低いパターンに注意。例えば IIJMIO で MNP 一括110円で販売されているこのモト G24 という機種は 6.6 インチ画面だけど、解像度はフル HD を下回ってるのだ。サイズの割に軽いのは良いけどね。大画面で解像度が低いとどうしてもドットが目立ってきて表示の満足度は下がるわね。主に連絡用とかのライトな用途向けの購入で、安さ重視であれば選択しても良いとは思うのだ。あとはこのチャンネルでは割と中古品を推してるので、中古で安く買えるおすすめの大画面スマホを挙げますと、Galaxy Note 9って 6.4 インチ画面だったのか。でもこいつって横幅結構広いし、まだ縦長が極まる前の時期だから、まあ今回のラインナップと並べても差し支えはないんじゃない。ノート10プラス以降は一気に4万円台とかになってくるんだけど、こいつは2万円台で買えるので軽い娯楽用途なら全然ありだと思うのだ。ステレオスピーカーだから動画や音楽も楽しみやすいし、ペン搭載で絵も描けるわね。重量も 201g と結構軽いのだ。さらに満足度を高めたければノート10プラスだね。ここまで来ると割とメインスマホとしてもいけるのだ。動作的には高画質でゲームしたい人以外はここまで来ればほぼほぼ快適かしら。アップデートが終了してる以外の難点は 4G 非対応とリフレッシュレートが 60Hz なことくらいかな。画面サイズは 6.8 インチで最新モデルと同様だし、望遠と超広角が揃ってるカメラもナイス。重量も 197g で済んでるし、マイクロ SD カードが使えたりもしてマジで良い機種だったわね。 5G や 120Hz リフレッシュレート、ズーム性能を求めるなら2020年のノート20ウルトラがおすすめ。中古相場は6万円台くらいまで上がるけどね。地味に 6.9 インチという最大クラスの画面サイズで、今年は春先にメイン機として一時期使ってたわね。 S24 ウルトラが初期不良で1ヶ月近くも封印されてたからね。 iPhone だと見逃せないのが8プラスなのだ。 5.5 インチで16対9の画面比率。これも OS は16で終わってるけど、2024年8月に最新アップデートが来てるくらいにはセキュリティ面が万全。動画とか電子書籍みたいな用途メインなら普通にまだまだ使えるのだ。画面表示はでかいよ。16対9だからYouTube 動画とかは画面全体に表示されて良い感じよね。あとは最近何回かレビューしたアローズ W2 プラスも 6.6 インチ画面、4万から5万くらいで買えるのでおすすめなのだ。これは新品で買えるわね。とまあいろいろ紹介してきたけど、結局大画面スマホが多い時代だから順当なおすすめスマホの紹介みたいな感じにはなってたわね。古い機種はそこまで画面でかくないのも多いので、後半ギャラクシーの紹介も多くなってしまったのだ。あんまり古いと大画面でもそこまで今から買うほどのもんでもなかったりするしさ。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、チャンネル登録とか評価とかよろしくなのだ。レビューしてほしいガジェットの案やコメントもお気軽にどうぞ。紹介した商品のリンクは基本的に概要欄にあります。ブログやノート、サブチャンネル、 SNS もあるので、興味あれば概要欄からチェックしてくれ。まあこの大画面スマホ良いよとか他にあればコメント欄にでも書いていただければ。そしてスマホ大画面化に伴い7インチタブレットとかめっちゃ減ったね。8インチタブよりさらに携帯性が良いので個人的には結構好きだったんだけど、まあもう今から出す感じでもないのかもね。